おはようございます。おはようございます。ピザラジドライブトークということで、はい、久しぶりのドライブトークですけど。久しぶりです。なんかしかも僕が運転 してないの北海道以来じゃないですか。あ、確かにね、この形式そうっすね。北海道で、純ちゃんが VTuber さんのことについて語った以来ですよね。そうですね、ずっと再生数を荒稼ぎしてた以来ですね。あのサムネとタイトルですごい荒稼ぎしてた時、今日もじゃあなんかそれっぽいやつでなんかね。いや僕はあんま言えないですけど、狙っていきたいですね。加藤純一 YouTube にたくさん参入する芸能界芸能人に物申す的な感じで、じゃあ特に物申すことないですね。吉本興業に物申すみたいな吉本興業に物申すみたいな感じで俺もそっちの立場だから言えないよ。確かにそう。特に物申すこともないです。でもさ、一時期のコロナ禍からさ、やっぱ少しずつ僕もそうだけど仕事が外仕事が増えてきて戻ってきたから、はい、結構そのこぞって一回芸能人の波が YouTube に押し寄せて、はい、もう今引き波になってるじゃない。引き波になってますね。それについては純ちゃんどう思うんですか。いやでもまあね、多分芸能人の方ってテレビに出たい方じゃないですか。ああ、まあね、もうやっぱりテレビの人だからね、うんうん、だからまあ元いた場所に戻る方がいいっすよね。生き生きしてるなって思います。増えたの、要はさ、テレビの人が YouTube に、要はネットの世界にこう足踏み入れて、はい、その顧客をこう引き入れたわけじゃない、はい、言ってしまえば。それで引き潮になってから、そう YouTube にユーザーさんが残ったりするわけなの。あ、残ってたんです。あ、大石さん見ますか、僕の8月のアナリティクス、うん、まあ、数字は俺見て見たい、超見たい。大石さんのじゃリアクションで、あ、これ、人には見せられないと思う、ね、もちろん、はい、僕の8月なんですよ、はい、これちょっと待って、もう今、チラッと見えただけで、はい、えぐっえぐっ。そう、まあ、じゃあここの辺とかっすよね、多分。あ、そうだね、これとかっすね。ちょっといい、ごめんよ。あのドライブトーク始まったばかりでめっちゃ興奮してる。ぐっこれで、だからやっぱ痛いじゃないですか。えぐっ、マジで。これ僕、あ、まあ推定収益のこと言ってると思うんですけど、僕、ちなみに今日9月2日なんで、9月2日、あの8月まるまるね、28日分のやつが出てるんですけど、はい、やばいね、これこれとか、もう怖くないですか。ちょっとこの最後の方でやばっ。この辺僕あの広告つけてないんで、1週間ぐらいずっと。あ、そうなの。あ、そういうことやってたんだ。広告をつけないゲームをやったりしてたんで。あ、なるほど。それでもこれなんだ。そうっす、やば、せっかくだからね。んで、なんか YouTube 鬱陶しい、おめでとうございますと言ってくるんですよ。動画が新しい視聴者を引き入れたことにより8月のチャンネル登録者数は通常より何パーセント増加した鬱陶しいと思いません。お前に言われなくても分かっとるわみたいな。すごいな。だから多分残ってくれてるんだと思います。えげつな。活動自体は僕変わってないんで、ちょうどね、俺もさっき見てたから。なるほど。大石さんにだ、やってることは変わってないけど、うん、もう単純に周りの絶対数が増えたから、はい、こういう結果になってるってことね。多分そうだと思います。すごいな、芸能人様々じゃないですか。そうなんですよ。なんかボーナスもらっちゃったみたいなすいません、ありがとうございました。すごいね。だから僕は共存じゃないですか、ある種。あ、まあね、そうだね。そうだから、いいんじゃないかなっていう。まあね、うん。でも逆に淘汰されていた人もいっぱいいますけどね。あ、その YouTuber さんの中でもってことね、うん、ちょっと芸能人っぽいことをしていた人たちはやっぱ比較されると負けちゃって。そっかそっか、元々だってね、やっぱテレビの人が強いもんね、うん、だってキャリア的にもそうだし、うん、言ってしまえばずっと最先端をやってきた人たちだから、うん、それがそのサブカルにいた時に負けちゃうってことだよね。そうですね。テレビっぽいことやってた方々もドッキリとか中心にやってた人たちはもうみんな、ね、やばいっすね、やっぱり本気のドッキリしてくるんで、テレビの芸人さんとかが。そっかそっか。そのテレビの編集マンさんが入って本腰入れたやつとか入れられちゃうと、やっぱちょっと陳腐なものになっちゃいますよね。俺最近悩みがあって。なになになに。なんか俺って一般的に言うと、まあ確かにちょっとその普通の方に比べたらちょっと変なところあるかもしれないですけど、言って別にその成人男性そのものなんか変わらないじゃないですか。そんなに35歳の男性って俺みたいな感じじゃないですか。一般的なね、一般的なその思考とか
はい、で生きてるはずなんですけど、いや一般的な思考の人は秋葉原女の子を一発しないまあだそういうところはありますけどそういうところはありますけど、別にそのそういうやつがいてもまあおかしくない、まあ確かにね、じゃないですか、その民事だよね、そう裁判で言うと民事、そう裁判で民事で、しかもまあね、まあ許してもらえるレベルじゃないですか、言ってまだこうやって笑っていられる、ね、ただその結構その宗教的な信者がやっぱつく傾向にあるんで、初めて行く現場のスタッフさんとかがその前評判聞くじゃないですか、はいはい、で大石さんもそうだったと思うんですけど、はい、加藤純一やばいぜ、もう刑務所別れたぜみたいな、もうだってそうだよ、そういう印象、俺にまで腫れ物に触るような感じあるじゃないですか、うんこちゃんと一緒にレギュラーやってる人だからあの人も多分頭のネジ何個か浮かれてるみたいなそんな感じのリアクションされる、その期待に俺が応えられない別にたまにだからそんなことないの、打ち合わせとかで、いやもう加藤さんもいいっすよ、もう最悪もう番組潰しちゃっていいっすよみたいなことあるけど、いやそんなこと俺はできないっていう、いや別に僕できないっすそうか、そうだよね、そうなんか、いや我慢しないでくださいよとか言うんだけど我慢もしてないっていう、普通のそうだよ、そう逆に期待に応えられないから、そんなにあんまり大きくその伝播しないでほしいなっていう、大体僕も共演者さんとか声優さんとか、そう結構共演するんですけど、共演してて楽屋とかでめちゃくちゃ僕に話したそうにしてるけど、うん、なんかこう全然話しかけられないみたいな方結構いらっしゃるんですよ、うんうん、ねえ、大体そういう方加藤純一さんと一緒にやっちゃうって言ってくるんですよ、しかも視聴者とかもそういうなんですか、加藤純一をね、はいはい、期待するから、なるほど、さらにもう次はダウンタウンだろみたいな本当にそういうノリのやついるんですよ、もう次倒すのダウンタウンだろみたいないつ行くのみたいな感じで俺たちいつでも準備できてるよみたいないや準備できてるんですよあいつらバカみたいにだから俺は本当普通の男の子なのに、どんどんなんかおひれせひれがついてすごいヤバいやつになってってるんですよ、ね、なるほどなるほど、で別に今ね、そうやって期待してくださってる分にはいいんですけど、そうだね、その俺はそういうことできないから、まあ、そのちょっと過剰な期待をね、そのしないでいただきたいなっていう、わかる、めっちゃあるんですよ、まあ、でもナチュラルなのが一番だけどね、そう自然体でいたいのに、ね、なんか自然体でいさせてくれない、そういう自分でいなきゃいけないみたいな、そう、ああそれはな、昔のお前だったら親が死んでも配信してたのになみたいないや、お父さん死んだ時ぐらいはねえちょっとそう悲しませてよみたいな、もうそうだ、ちょっとだけその作業中に見たんだけど、はい、またなんか長時間配信してなかった、あ、しましたマリメだっけ、あ、そう、マリオメーカーでそのみんなが作ってくれたステージをやるっていう配信してたんですけど、最後の日なんて11時間ぐらい同じステージやって負け続けて、うん、なんか同じ画面をみんなに見せすぎて YouTube にスパム扱いされて広告つかずに終わるっていうとね、半年ぐらいっていうか1年ぐらい前から言ってるけど、うん、もう長時間配信やめなよね、やめようと思ったんですけど、意外とできちゃって3日やったんですけど、うん、2日目の朝起きた時に俺もまだまだ捨てたもんじゃないって一人で出てたんですよちょっと気づいたことが1個あって、加藤純一くんについて、はい、タバコやめたじゃん、やめました、だから昔はさ確か配信中にタバコ休憩やってたでしょ、やってました、もうできないじゃん、できないっす、あれだからもう単純に響く、めちゃくちゃ、それちょうど同じことなんですよ、うん、めちゃくちゃ辛いっす、それやめた方がいいよ、だから長時間配信ね、なんかだからそのタバコ休憩に代わる何かを休憩を取った方がいいと思う、でそれに今、うん、ちょうど同じような話になって、はいはい、今やってるのが目薬休憩ってなってるんですよなんかもう目がかすんでくるからちょっと目薬さすねっつって目薬さす、もう体に異常出てんじゃん、そう10秒ぐらいがもう俺の休憩時間になっちゃってて、だから休む口実もないから、いやそうだよね、なんか良くないんですよね、あれタバコはそのもしかしたら百害あって一理なしかもしれないけど、うん、そ休憩取れてたっていう意味では一理あったのかもしれないよね、リズムになってたんでしょうね多分ね、ここで休んでその間にあどうやってやろうどうやってやろうっていうのを考えて、そうそう、ね、また行くっていうリズムになったんでしょうね、何してます休憩中、コーヒー飲んだりですか、もうずっと、もうそれこそ純ちゃんの配信見たりとか、あーなるほど、他の方の配信、Apex の配信見たりとか、うん、してるかも、まあ、やるものがないんだよな、あと昼寝する、あ短い30分ぐらいの昼寝したりする、めっちゃ大事っすね、
昼寝どう？まあ配信さ6万人を置いてけぼりにして昼寝するっていう30分いやでもさすがにそんな勇気ないまあそうっすねアドレナリン出ちゃってるんで あそっか寝れないよね寝れないんすよねその配信の後ってフォールガイズっていうゲームああ知ってる知ってる知ってます今皆さんやってますよね、うん、あんな子供じみたゲームなのに血が頭に上っちゃってあれやった後とか寝れないんですよあそうなんだもう半日ぐらいあやっぱそうだからちょっとそれも悩みなんですよね外仕事してる方たちって家入った瞬間にパチンってスイッチ切ってわかるそうなの切り替えて本当多分副交感神経が働いてきて眠くなるとかあるじゃないですかあるある多分大井さんもそうですけど家で仕事してる人って常にオンじゃないですかそれめっちゃわかるで夜寝れなくてもう体が限界を迎えた時にやっとちょっと寝れるみたいなそれあるなんだよなあるあるなんだよなそうなんですよねそれちょっと悩んでるんですよねで俺一個考えてるのが、うん、その今自宅にスタジオがあるからそれやっちゃうんだけど、うん、もうあの自宅のスタジオやめて、うん、外にスタジオを作ろうかなと思ってちょっと大井さん近くに俺もじゃあその隣借りますよ配信部屋もうそれしかないですよ あの防音あじゃあ、うん、防音設備完璧だから、はい、スタジオって、はい、だからブースが何個かあるレコーディングスタジオ、はい、俺借りるから、はい、40万ぐらいで、はい、じゃあ僕は1個1個8万ぐらい出すから1つ曲がりさせてください配信部屋にするそしたらもう最高っすよねたまに辛い時おいしさみたいな感じでねちょっとコーヒーでも飲みないよねそう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 めちゃめちゃとして癒されますよ俺それいいかもねはいやってるとかってあいやそれめっちゃいいっすねお互いでも触発されるかもねかそう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 例えば僕がレコーディングしてたら、うん、純ちゃんもなんかあもう少し配信しようかなとかいやでも大石さんが隣でやってたらちょっと邪魔できないさすがに俺の遊びでちょっと邪魔できないっすねそうそうそう聞こえてくるなんかそういう曲ばっかになっちゃいそうで激しい系のしっぽりした曲聴けなくなっちゃいそうですね大石さんの確かになめちゃくちゃ面白いけどね、うん、なんかねそういうそういう関係性を持ったその YouTuber とアーティストって未だかつてないと思うからないっすねでもなんかちょっと気持ち悪くないですかどんだけ仲いいんだよみたいなさすがに気持ち悪いだけそういう営業したくないですよね全然俺はいいんですけどそういうなんかあれじゃねえなっていうすっげえ嬉しいんですけどねそれできたらめちゃくちゃおもろいけどねめちゃくちゃ面白い